前半戦が終了しました。それではここで今日も我らがドラゴンズの誇るマスコットを紹介していきましょう。じゃあまずは映ってるからドアラさんからいきましょうか。一塁側ファングランド、そして一番のビジョンご注目ください。今日もかっこいいの持っとるね。青い炎をモチーフとした頂点への帽子、スリーウェイブランケット、ドアラさんがつけるとまたいい感じになるね。かっこいいね。さあ昨日もやりましたがスリーウェイですよ。3通りの使い方お願いします。3通りの使い方、1つ目は畳んで畳んで枕ね。好みの高さに合わせられますよね。さあ2つ目いってみましょう。もうふとしてね、まだ肌寒いもんね。さあ3つ目壊れるよ。裏返してコメントしづらい、それダメね。はい、3つの使い方がございます。オープニングシリーズ2021の3日間で発売している企画チケットとなります。ドラさん紹介ありがとう。さあ、エフトのあたりからハロー、今日もよろしくね。今日のメッセージはあ、出た問いかけ、前だ、何ですか。苦労してるね、明らかに苦労してるね。実はね、今日ね、はい、何シャオのお休みです。本当、あ、そうだったんだ、ほら、知らんかったわ。そうまでして伝えてくれてありがとうね。そこにいるのね。今年も手が込んでるね、もう。ありがとうね。はい、というわけで今日も盛り上げてくれました。ドアラさんとパオロンでした。ありがとうございました。